兄貴、明日のご分お祈りしてます。ああ、ファイトギートに任せる。くー、その言葉を聞くと心底安心できるんだよな。じゃろ、セネルさんたちにも同じこと言われてるでしょ。よう分かったの。そりゃ兄貴のことなら。じゃだ、我は心の清いやつじゃの。のちゃば、わいはギートや我らのことをずっと家族じゃ思うてきた。じゃが、分かってますって、セネルさんたちもでしょ。あいつらにはまだ言うちらんがの。きっと喜んでくれますよ。どうじゃろ、少なくとも一人は憎まれ口しか叩かんはずじゃ。風邪急？変だな、体調管理は万全のはずだけど、若山族が噂でもしてるのかな。ジェイ、楽しそうだっけ。そう？セネルさんたち、みんないい人だきゅ。あの人たちに出会えてよかったきゅ。まあ一緒にいて不快でないのは確かだけどね。セネルさんにしろ、ウィルさんにしろ、あのバカ山族にしろ、キュ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 、何笑ってるんだよ。みんな遅いな。あれ、セネ、お前一人か。誰も来ないからいい加減待ちくたびれたよ。そうか。吉報を待っているわ。全力を尽くします。セネルさんたちともずいぶん仲良くなったようね。俺はただの憎まれ役ですよ。説教ばかりしてますから。でもそんなあなたのことをみんなとても慕っているわ。報告は受けているわよ。誰がそんなことを吹き込んだのやら。それでは失礼します。お待ちなさい。ハリエットには会っていかないの？向こうは俺に会いたいとは思わんでしょう。そうでもないみたいね。天におわします。お父様、お母様。あ、いけね、まだ死んでないや。背景、天気晴朗、波高し。私は何を書こうとしてるんだ。こんちまたまた、よっ、旦那。親が読んだら泣くな、これ。あー、もうやめやめ。今さら親に手紙なんて書けないよ。やめやめ。師匠が今の私見たら、なんて言うだろう。決まってるか、そんなの。ひたすら笑い転げるよね。ゲッ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 って。師匠、ごめん。
エバーライトは後回しね。今の私、どうやらもっと大事なことをできちゃったみたいだから。ま、あいつらには口が裂けても言えないんだけど。それじゃあ行ってくるね。私の無事祈ってなさいよ。さーて、今晩はケーキつけに騒ぐぞ。シャーリーがどうしたって？あ、いや、その蜃気楼の宮殿で起こったことを思い出したんだ。人と人が理解し合うのはなんて難しいんだろうな。そうだな。でも難しいからこそ、人は人に対し手を差し伸べるんじゃないか。セネル、おじいちゃんが言うにはね、あんたは最低の人間だって。でもママはあんたのこと最高だって言ってた。あんた以上の人はいないっていっつも聞かされてた。俺には過分な褒め言葉だ。結局おじいちゃんとママどっちが正しいのかしら。俺には答えかねる質問だ。答えを知りたくて遺跡船に来たけど、わからないままだわ。だってハリエット、だってあんたハティのこと見てくれない、何も言ってくれない、街にだってほとんどいない。そんなんで何もわかるはずない。すまんハリエット。今さら謝ったって遅いわよ。そうだな、お前の言う通りだ。言い訳のしようもない。だが一つだけ言わせてくれ。この先何があろうとお前の身は絶対に守ってみせる。それだけは約束する。この後に及んで父親面、その資格すらないか。それもそうだな。待って、ミュゼットさんから何が起ころうとしているのか聞いたわ。大陸が海に沈みそうなんでしょ。そうだ。そんなことになったらママのお墓なくなっちゃう。ママのお墓絶対守りなさいよ。失敗したらハティ、一生あんたを許さないから。俺には最高の励ましだよ、ハリエット。シャーリーが戻ったら仲良くしてやってくれないか。同棲じゃないと相談できないこともあると思うしさ。シャーリーと仲良くする件引き受けてもいい？その代わり、私も
自分の気持ちに正直になる。シャーリーが戻ったら私手加減しないからな。クロエ、お前そんなにシャーリーのこと嫌いなのか。違う、そうじゃない。もういい、せっかく勇気を出したのに。何怒ってんだよ。人でなし、ろくでなし、育児なし。最後は私もか。だから何なんだよ。別に。わけわかんない。これからもよろしく頼む、クーリッチ。ここにいるみんながお前を仲間だって言ってくれたことだ。お前の居場所はここにあるんだ。天かける奇跡に関する全ての調整と検証を終えました。バッチリだキュ。いつでも鉱石翼へ向かって飛んでいくことができますよ。ジェイジェイやる。皆さんの方は大丈夫ですか。もう一度装備や持ち物を確認するキュ。足りないものがあったら買っておくキュ。準備ができたらキュッポたちに声をかけてほしいキュ。
皆さん、機関車に乗ってください。出ます。待っててくれ。今すぐ助けに行くから。の中に入るぞ。よし、行け。皆さん、ピッポたちはここで皆さんが戻るのを待ってるキュン。機関車はいつでも飛び立てるよう準備しておくキュン。皆さんの分運を祈ってるキュン。押してキュン。よし、今度こそ正真正銘最後の戦いだ。みんな覚悟はいいな。必ずや目的を果たし、全員でここへ帰ってこよう。セネル。ああ、クロエ。うん。ノーマ。はい。モーゼス。うん。ジェイ。はい。グリューネさん。そしてウィル。うん。最後にシャーリー。全部で8人だ。みんないいな。一気に駆け抜けるぞ。